こんにちは、みさきです。渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。オランウータンみたいな感じで。はい、はい、今日はスカーフアレンジです。はい、はい、大好きなスカーフアレンジです。はい、好きですね、本当にね。はい、夏はポニーテールにすることが多いと思うので、はい、スカーフ一つでグッとおしゃれ感の出るアレンジなので、ぜひ参考にしてみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあお願いします。あ、僕です。はい、久々の、はい、はい、それでは動画をどうぞ。N ドットのポリッシュオイルを使っていきます。4滴くらい手のひらに出します。手のひら全体に伸ばして、毛先から順番に上に伸ばしていきます。顔周りもしっかりとつけていきます。髪の毛全体を耳の高さまでまとめていきます。ゴムで結んでいきます。ゴムの部分を押さえて、3ミリ束で少しずつほぐしていきます。この形になるようにスカーフを折ります。ゴムを広げて空洞を作ってスカーフを通していきます。だいたい真ん中になるように通します。スカーフを交差させながら毛先に巻きつけていきます。スカーフの先の部分を結んだら完成です。夏のお出かけアレンジ、ぜひ皆さんやってみてください。バイチャー。Thank you.